仙台平野空撮仙台平野は、宮城県の主要平野部の総称である。仙台平野は東を、仙台湾、南を、阿武隈高地、西を、大雨山脈、北東部を、北上山地に囲まれている。宮城県中央部にある、松島丘陵を境に北側を、仙北平野、南側を、仙南平野とも呼ぶ。仙南平野のうち、沿岸部の平野を指して、 競技の仙台平野とも言う。東北地方にある平野としては、最も広い。仙北平野は、北上川流域や成瀬川流域の鉱石大地や、中石低地で構成されている。中石低地では低湿地が大部分を占めていて、河川の氾濫も多かった。品井沼などがあったが、これらが、近世から近代にかけて干拓され、水田地帯となった。 故障として、伊豆沼やカブクリ沼が残っている。水田が広がる平野は、北上川本流や浅間川周辺の平野と、江合川及び成瀬川の流域である、大崎地方に分かれる。気候としてはやや内陸性となり、陶器は、晴天が多いものの、遮るものがないため急に、地吹雪となることもあり、数年に一度は、 東北自動車道の下り期待切れた重玉突き事故が発生する。仙北平野の内大崎市付近の平野部は大崎平野とも呼ばれる。大崎平野の採用部は王城寺原と呼ばれ、陸上自衛隊王城寺原演習場もある。この平野には宮城県古川農業試験場があり、笹西木や一目ぼれなどのブランド米を生み出した。また、大崎平野では、 その地形や風を利用した気球が盛んである。なお、秋田県仙北郡の平野部も仙北平野と言われる、ため、混乱を避ける意味で、宮城県については、仙北平野という言葉を用いない人もいる。仙南平野は、仙台市周辺から南に広がる海岸平野と、白石市、角田市、大河原町などがある西部の小盆地群からなる、地域である。 これらの盆地群を含めないで、言うのが、競技の仙台平野である。競技の仙台平野のうち、阿武熊川以北は、名取平野とも呼ばれる。平野の地形を生かし、奈良時代には、多賀城が置かれ、ここを鎮守府とすることで、江戸との戦いの拠点地になった。阿武熊川、名取川が流れ、これらの埋石によって、自然堤防が発達している。仙南平野は、 福島県浜通りと地形的にやや連続的になっているため気候が似ている。海風が入るため、夏季には南東風が入って霧に包まれることが多く、年によっては北東風の影響から気温がなかなか上がらない例夏になることもある。冬季は北西風に乗ってやってくる雪雲が大雨山脈取りく然丘陵によって遮られるため晴天が多い。渡り平野は 津田丘陵によってさらに雪雲が遮断されるため、晴天率が最も高く、また、海風によって、気温も宮城県内では最も暖かいため、ビニールハウスを使ったイチゴなどの促成栽培が盛んである。この平野は、長年の国の農政の影響により、平野部の農地は開発規制がかかっており、広大な稲作地として残されている。農地の開発規制のため、 平野部に住宅地を作ることができず、仙台都市圏の住宅地のほとんどが丘陵地に作られている。この平野は日本海溝を震源とする巨大地震に襲われ、数百年おきに大津波が襲来している。歴史時代においては、869年7月13日の上岸地震と1611年12月2日の慶長三陸地震の際、 内陸深くまで津波が押し寄せた。2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震では海岸線から 3km、場所によっては 4km 以上内陸まで津波が侵入して集落を飲み込み多数の死者が出た。仙台空港や阿武熊川川口付近などで標高が 平均海水面よりも低い海抜0メートル以下の面積が震災前の3平方キロメートルから5.3倍の16平方キロメートルに大潮の平均満潮位よりも低い海抜0メートル地帯の面積が震災前の32平方キロメートルから1.8倍の56平方キロメートルに拡大した。ありがとうございます。